まあ人数が集まるまで、うん、<laughs> そうですね、ちょっと雑談、台風は大丈夫でした台風はそうですね、ずっと室内にいたので、まあ、降ったり止んだり、うん、すごく風とかも強かったですけど、直接的な被害はなかったですね、うん、品川の方は、けんさんの方は、同じですね、大丈夫でした。さんん今どっっかか行ってるんですすい、まあ、いや品川にいます んあ今、えー、と大阪のホテルにいて<ー>昨日が兵庫の方とコンサルセンの方と合宿だったんで今日帰ってもよかったんですけどちょっと、うん、このライブ勉強会の準備したかったんで、うん、<ー>そうですね兵庫行って。 入ってるんですか？今日もそうですね。7月は結構入ってましたね。34回ぐらいですかね。<お>うんでえっ、ー、と。まあ今日日曜なんで。まあ今週ですかね。うん、えっと月か明々日の水曜と金曜。うん、<お>今週は水曜と金曜にまた。 うん入ってますね。それは都内ですけど。<お>うん、ああ。じゃあ清盛さんの自宅でっていう感じですか。えっとうんそうですね。一人の方は自宅で、もう一人の方はあまあ、都内のその方のお家に行ってっていう感じで。<お>うん。結構頻繁に入ってるんですね。合宿とかも。そうですね。最近入られた方も多いのでね。うん、あーああ確かに。うん。はい 結構、チャットも挨拶でにぎわってたりしますよね。そうですね。圧縮、ねうん、をいつ受けるかって結構大きいですからね。結構、みんな悩んだりしますよね。うん、最初に受けるべきか、うん、ちょっと実力ついてから受けるべきか、みたいな。ねうん、まあ、リミットがある程度、うん、もうあったら最初のうちにやっていいと思いますけどね。うんうんうん いいいそそれがいいと思いますねそうですねねうで、ん、自分最後まで取っておいた派だったんで <laughs> 最後の最後だったんで <laughs> <laughs>、うん、あもっと早く知りたかったみたいな感じのやっぱ歌<ー>って話していくと自分も気づいてないようなこととか気づけるんでそうなんですよねうん優、うん、しくはもうリミット上がったらもうすぐにお願いするのが自分はおすすめですねうん、うん、確かに 効率化とかも自分の気づかないところであこうすればよかったんだみたいななんかすごい細かいところに気づけるんで変わりますもんね、うん、作業スピードみたいなのがそうなんですようん,うんやっぱ一日でできる量が変わるって考えるといやーこれずっと知らなかったの痛いなーみたいなわ <laughs> かります <laughs> <laughs> 結構ありますからねうんじゃあこれからですね やっていきましょうチームショーケーライブ勉強会7月分で今回のスケジュールなんですけれども、まあ、チャットワークにも流したように商品説明コピー防止の設定リサーチをしているとディスクリプションの部分をコピーできないようにしているセラーがいると思うんですけど<ー>それをするための設定ですねそのやり方を紹介します でまあ、これは一括でも設定できるんで一括設定まで話していきます。で2、えー、つ目がキーワードツールの紹介。えー、まあこれ最近知ったツールなんですけれども、まあ、eBay で、えー、トレンドのキーワードを見ることができると。うん、まあそれは自分の例えばぬいぐるみ系で、えー、ぬいぐるみとどういった キャラクターコラボしているのかとか、まあ、そういった部分もあの結構応用しながら見ることができるツールなんで、まあ、結構いいかなと思うのでこれも紹介していきます。で3つ目がテラピークリサーチでのご表示対策っていうことで最近まあそのリサーチをしていてみんな、まあ、スカイプで画面共有しながらリサーチしている時もそうだったんですけどそのテラピークから商品を開いた時に別の全く 出品者さにも違う、えー、商品が表示されてしまうとまあそういった時の対策というかそういった時に、えー、正しい商品はどうやって見つければいいかまあこれは結構簡単にパッと、えー、終わる内容なんですけれども、えー、そういった流れでやっていきますでその後がまあうーんそうですね時間とかちょっと意見聞きながらリサーチ実況か何かをやっていこうかなと思います ではまず商品説明コピー防止の設定というところなんですが、えー、今表示させているものが僕が配っている ebay テンプレートの html を出品画面の html のタブに入れた状態です、はい、で、えー、ここにですねあ,のあるうーん、まあ、タグ文章を入れることによって左クリックを反応させなくできる まあ要はコピーさせないようにできるということです。で、その文章というものが、こういったものですね。こういったものになるんですけれども、ケース形式 ebay テンプレート、僕が配布しているテンプレートを使っている場合は、だいたい上から3行目に、このスタイルっていうものがあります。はい、このスタイルの後ですね。後に、まあ、あの、これはね、えー、っと、また、 チャットワークとかに貼っておくんですがこれをコピーして入れてください。えっとこんだけです。でえっ、ー、とまあちょっとねこれ実際の僕の eBay の,あのログインして画面でやってるんでえっ、ー、といろいろ省き,省きながらというか,細かあの必要ないとこは省きながらやるんですけれども、えー、実際これを入れてプレビューした画面がこれです。 画面とか音声問題ないですよねコメントの方大丈夫ですよねうん見れてますはい、はい、でこれがプレビューの画面なんですけれども、まあ、プレビューであっても通常はあの左クリックしたら選べますよね、うん、でもこれ左クリックしても全く選択できない状態になってますこれめちゃくちゃいいですねうんうーん だから、まあ、大体の方はそのリサーチしていい商品が見つかったら同じ商品を出品しているライバルセラーのディスクリプション商品説明文をコピーして、まあ、それをちょっとね順番変えたり、えー、削除したりっていう感じで、えー、コピーして使ってると思うんですけれども、まあ、そういった人たちから説明文を、まあ、パクられないようにコピー防止できるというものになります。 ここれれははしたたいいでで、ねうん、ですすすすねねねそう早速やり質問来てますね他の HTML でも有効ですかあ <laughs> 他のテンプレートでも有効ですかっていうところなんですけれどもあの多分有効ですとりあえずこのタグをどっかに入れておけばどっかに入れておけばっていうかスタイルっていうのは多分あると思うんですよどのテンプレートでもうん <laughs>、うん、なんで大丈夫です スタイルタグの中に入れればってことですかね。まあそうですね。はい、うん。あ、そしたら大体のテンプレートスタイル指定してると思うんで大丈夫だと思います。うん。うん。で、えー、これをね、あのー、もうチーム照形の方何千品って出品されてる方も多いと思うので、今からね一つずつ変更するのはかなりあの時間がかかって。 きますよね。うん、なんで、えー、これを今まで出品してきた商品、その何千品一括でコピー防止の設定をする方法を今から話していきます。確かにこれ手作業大変ですよね。全品だとちょっと辛いですね。うん。